初夏を美しく飾る花菖蒲。紫や青をはじめ色とりどりの花が優雅に風に揺られています。坂出市の河津花菖蒲園では95品種およそ1万1000本の花菖蒲が植えられていて、次々と見頃を迎えています。この園は坂出市が利用を休止している浄水施設の一部を整備したもので、1992年から毎年この時期に一般開放しています。開放しているのは2週間だけ。去年はおよそ7500人が訪れました。大人が喜ぶやから当然子供は喜ぶでしょう。今回園の一角に坂出市在住の彫刻作家岡山富雄さんの作品がおよそ30点展示されています。この雰囲気に私の作った動物たちは絶対似合うんですよ。動物たちもこういうとこに置いてやりたいし、お客さんももちろん見て楽しんでくれるだろうし、勝負も楽しんで、こういうのも楽しんで、まあみんなでね楽しんでくれたら。河津花菖蒲園の一般開放は明日から14日まで。9日には5年ぶりに地元自治会によるお祭りも開かれます。和製奥手といって、早咲きの花だったり遅咲きの花とかいうのを混成させて植えておりますので、ずっと見頃が続くような形になってますので、最初に来てもらって、で最後に来てもらうような形で見てもらえるといいかなというふうに思います。香川県まんのう町の国営さぬきまんのう公園では、およそ5500平方メートルの敷地に2万本ほどのアジサイが植えられています。全体が見頃を迎えるのは来月中旬ですが、すでに一部のアジサイが咲き始めていて、明日からアジサイ祭りが開かれます。万能公園約40品種ものアジサイが植栽されているんですが、それぞれ色や形に特徴があり、見比べていただくのもとても楽しいかと思います。アジサイは丸い手まり型と額縁型に分かれます。一見花のように見えるのは額が花びらのように変化したもので、装飾花と呼ばれ、正式な花ではありません。中央の小さな両生花におしべとめしべがあります。園内には円錐状に花をつけるアジサイや、葉っぱに甘みがありお茶になるアジサイなどもあります。来月中旬の見ごろに向けて、さらに色が濃くなり美しさが増していくということです。アジサイ祭りは明日から来月いっぱい開かれます。期間中にはアジサイを眺めながら抹茶を楽しめるイベントや和傘の貸し出しも行われます。アジサイといったらやっぱ梅雨時期のイメージがあると思うんですけども、雨の日に見ていただいても、そのしっとりとした美しさが際立って素敵ですし、晴れの日に見ていただくと、またそのみずみずしさがより楽しんでいただけるかと思うので、ぜひいろんな環境とか日時で楽しんでいただけたらなというふうに思っています。